1959年の世界の、ヨースアオコン色イコール北、大西洋条約加盟国空色イ,イコールアメリカの他の、同盟国緑イコール植民地灰色イコール、非同盟諸国冷戦の多様化、1980年の世界もしくは冷たい戦争は、第二次世界大戦後の世界を二分した西側諸国の、アメリカ合衆国を名手とする、資本主義、自由主義陣営と、 東側諸国のソビエト連邦を名手とする共産主義、社会主義陣営との対立構造。米ソ冷戦や東西冷戦とも呼ばれる。1945年から1989年までの44年間続き、アメリカ合衆国とソビエト連邦が軍事力で直接戦う戦争は起こらなかったので、軍事力で直接戦う熱戦、熱い戦争に対して冷戦。 冷たい戦争と呼ばれた。冷戦という語は、ジョージ・オーウェルがジェームズ・バーナムの理論を表した時に使っており、後にバーナード・バルークも使い、アメリカの政治評論家、ウォルター・リップマンが1947年に上司した著書の署名、冷戦、合衆国の外交政策研究に使用されたことから、その表現が世界的に広まった。 各陣営とも構成国の利害損得が完全に一致していたわけではなく、個別の政策や外交関係では協力しないこともあったなど、イデオロギーを概念とした包括的な同盟、協力関係である。ベルリンの壁冷戦での両陣営の対立の境界であるヨーロッパにおいては、ソビエト連邦を名手とする共産主義陣営が東ヨーロッパに集まっていたことから、東側、 対するアメリカが衆国を名手とした資本主義陣営が西ヨーロッパに集まっていたことから西側と呼んで対峙した。その対立は軍事、外交、経済だけでなく宇宙開発や航空技術、文化、スポーツなどにも大きな影響を与えた。また、冷戦の対立構造の中で西ヨーロッパは統合が進み欧州共同体の結成へ向かった。 ヤルタ会談から始まって、マルタ会談で終わったため、ヤルタからマルタへということも言われる。ヨーロッパのみならず、アジア、中東、南アメリカなどでも、それぞれの支援する機構や同盟が生まれ、世界を二分した。この二つの陣営の間は、制限されているがために、経済的、人的な情報の交流が少なく、冷戦勃発当時のイギリス首相、ウィンストン・チャーチルは、 鉄のカーテンと表現した。アメリカ陣営とソ連のどちらにも組みしない国家は、第三世界と呼ばれ、それぞれの陣営の思惑の中で翻弄された。しかし、こうした、両陣営の思惑を逆手に取り、両陣営を天秤に乗せることで多額の援助を引き出す。援助外交も、活発に行われた。また、この米ソ両陣営の対立構造を、 大国の覇権主義と否定した国々は、インドなどを中心に非同盟主義を主張し、第三世界の連帯を図る動きもあった。なお、経済発展が進んだ開発途上国が第三世界と呼ばれ、経済発展が遅れている開発途上国は第四世界と呼ばれることもある。この冷戦時代の世界は、秩序が長きにわたって固定されており、変化が少ない。 質より量が重視される大量生産社会革すなわち原子力がものを言うテクノロジーの3点に特徴づけられる。最終的には1991年に東側諸国の名手であったソビエト連邦が消滅したことにより日米西欧をはじめとする西側陣営の勝利に終わった。冷戦が終わるとリーマンクライシスが引き金となった2008年の世界金融危機までは 米国が唯一の超大国として君臨していた。しかし、2008年以後の世界は、冷戦体制や米国一極体制によって抑えられてきた民族紛争や地域紛争が続発し、かつ、冷戦体制や米国一極体制に基づく価値観が破綻を見せ、変化が多くなって流動性を増している。やるた階談冷戦の始まりは、そのイデオロギー的側面に注目するならば、 ロシア革命にまで遡ることができるが、超大国の対立という構図は、ヤルタ体制に求められる。主に、欧州の分割を扱った、1945年2月のフランクリン・ルーズベルト、ヨシフ・スターリン、ウィンストン・チャーチルによるヤルタ会談が、第二次世界大戦後の国際レジームを決定した。7月のポツダム会談で、さらに相互不信は深まっていった。 1946年、モスクワのアメリカ大使館に勤務していたジョージ・ケナンの長文連邦は、ジェームズ・フォレスタル海軍長官を通じて、トルーマン政権内で開覧され、対ソ認識の形成に寄与した。後に、アメリカの冷戦政策の根幹となる、反共、封じ込め政策につながった。戦争によって大きな損害を被っていた欧州諸国において、 共産主義勢力の伸長が危惧されるようになった。特にフランスやイタリアでは共産党が支持を獲得しつつあった。戦勝国であったイギリスもかつての大英帝国の面影もなく独力でソ連に対抗できるだけの力は残っていなかった。そのため西欧においてアメリカの存在や役割がいやおうなく重要になっていった。1947年に入ると 3月12日にトルーマンは一般教書演説でイギリスに代わってギリシャ及びトルコの防衛を引き受けることを宣言した。いわゆるトルーマンドクトリンであり全体主義と自由主義の2つの生活様式というマニキュア的世界観が顕在化した。さらに6月5日にはハーバード大学の卒業式でジョージ・マーシャル国務長官がヨーロッパ復興計画を発表し、 西欧諸国への大規模援助を行った。こうして戦後アメリカは継続的にヨーロッパ大陸に関与することになり、孤立主義から脱却することになった。東欧諸国のうちドイツと同盟関係にあったルーマニア、ブルガリア、ハンガリー、スロバキアにはソ連軍が進駐し、共産主義勢力を中心とする政府が樹立された。当初は反、 ファシズムをスローガンとする社会民主主義勢力との連立政権であったが、ホーム、内務といった主要ポストは共産党が握った。ヤルタ会談で独立回復が約束されたポーランドでも、ロンドンの亡命政府と共産党による連立政権が成立したが、選挙妨害や脅迫などによって亡命政府系の政党や閣僚が排除されていった。こうした党における、 共産化を決定づけるとともに、西側諸国に冷戦の冷徹な現実を突きつけたのが、1948年2月のチェコスロバキア政変であった。またその前年の10月にはコミンフォルムが結成され、社会主義に至る多様な道が否定され、ソ連型の社会主義が確一的に採用されるようになった。他方、ユーゴスラビアとアルバニアにおける共産党体制の成立において、 ソ連の主導というよりも、戦中のパルチザン闘争に見られる、土着勢力による内発的要因が大きかった。この点が、1948年のユーゴソ連論争の原因ともなり、共産権からユーゴスラビアが追放され、自主管理社会主義や非同盟主義外交という独自路線を歩むことになった。数字国の中心であったドイツとオーストリアは、 アメリカ、イギリス、フランス、ソ連が4分割して占領統治した。占領行政の方式や賠償問題などでソ連と米英物の対立が深まり、1949年、西側占領地域にはドイツ連邦共和国、ソ連占領地域にはドイツ民主共和国が成立する。ポーランド問題、編集やルタ海岸の焦点の一つがポーランド問題であった。米英にとって、 第二次世界大戦に参戦した直接的理由が、ナチスドイツのポーランド侵攻であり、ソ連にとって安全保障の観点から自国に友好的な政権がポーランドに樹立されることが望まれていた。意味軸もスターリンがミロマン・ジラスに述べたように、ポーランド問題とは領土問題であると同時に、政権問題という意相を含んでいた点で、第二次世界大戦の性格を如実に表彰していた。 また、ポーランドがソ連軍によって解放されたことで、戦後のポーランド政治に対して、ソ連の影響力が大きくなる要因となった。ヤルタ会談で、米英はスターリンに、ポーランドでの自由選挙の実施を求め、同意を取り付けたが、スターリンが語ったとされるように、米英にとって名誉の問題である一方で、ソ連にとってポーランド問題とは、安全保障上の死活的問題であったため、 スターリンは強硬な姿勢を取った。ルーズベルトの死後大統領に就任したトルーマンは、こうしたやるたでの取り決めをソ連が保護にしていることを知り、国連創設会議のため訪米中のソ連の外相、ビャチスラフ・モロトフに対し抗議した。その後、アメリカとソ連は対立するようになる。ベルリン問題、編集ドイツの首都ベルリンは、その国土同様、四国で分割された。 その結果ベルリンは西側占領地区だけが東ドイツの真ん中に島のように位置することになった。冷戦対立が強まる中、ソ連は西側地区における通貨改革への対抗措置として1948年に西ベルリンへつながる鉄道と道路を封鎖した。これに対抗するため西側連合国は物資の空輸を行ってベルリン封鎖をなし崩しにした。 そのため封鎖は約1年後に解かれた。中華民国の小介石と総比例、アメリカ陸軍のステルウェル中条例戦は地球の反対側でも米ソが向き合うため、周辺のアジアにも強い影響を与えた。中国大陸では戦後すぐにアメリカの支援する中国国民党とソ連の支援する中国共産党が内戦を繰り広げたが、 中国共産党が勝利し1949年に共産主義の中華人民共和国を建国。1950年2月に中ソ友好同盟総合援助条約を結んでソ連の同盟国となった。一方、アメリカの支援を打ち切られた中国国民党は台湾党に逃れた。また、中華人民共和国は朝鮮戦争に出兵することでアメリカと直接対立して、 台湾海峡も冷戦構造に組み入られた。すでにモンゴルではソ連の支援の下で共産主義のモンゴル人民共和国が1924年に成立していたが戦後になって米英仏等が承認した。朝鮮戦争で戦う国連軍日本が統治していた朝鮮半島はヤルタ会談によって北伊38度線を境に北をソ連、南をアメリカが占領し、 朝鮮半島は分断国家となった。このため、1950年6月にソ連の支援を受けた北朝鮮が大韓民国へ突如侵略を開始し、朝鮮戦争が勃発した。朝鮮戦争には義勇軍の名目で中華人民共和国の中国人民解放軍も参戦し、戦闘状態は1953年まで続いた。フランス領インドシナでは、 ベトナムの共産勢力が独立を目指し、第一次インドシナ戦争が起こった。1954年にフランスが敗北したため、ベトナムが独立を得たが、アメリカ合衆国は共産主義勢力の拡大を恐れ、ジュネーブ協定によって北緯17度で南部を分割し、アメリカ合衆国の9月の軍事政権が統治する南ベトナムを建国した。これは、 後のベトナム戦争の引き金となる。また、フランスとアメリカが強い影響力を残したラオス、カンボジアでも共産勢力による政権獲得運動が起こった。ジョセフ・マッカーシー上院議員これら共産勢力のアジア対等に脅威を感じたアメリカは、1951年8月に旧植民地フィリピンと米非相互防衛条約9月に一国占領していた。 旧敵国日本と日米安全保障条約同月にイギリス連邦のオーストラリアニュージーランドと太平洋安全保障条約朝鮮戦争後の1953年8月に韓国と米韓相互防衛条約1954年に中華民国と米韓相互防衛条約を立て続けに結び1954年9月には アジア版ナトウといえる東南アジア条約機構を設立して西側に引き入れたほか中華民国への支援を強化した。また中東でもアメリカをオブザーバーとした中東条約機構を設立し共産主義の封じ込みを図った。このように冷戦が進む中、1950年代前半のアメリカにおいては上院政府活動委員会常設調査、 省委員会の委員長を務めるジョセフ・マッカーシー、上院議員が政府やアメリカ軍内部の共産主義者を炙り出すことを口実とした活動、いわゆる赤狩り旋風を起こし、多くの無実の政府交換や軍の召喚だけでなく、チャールズ・チャップリンのような外国の著名人でさえ共産主義者のレッテルを貼られ解雇、もしくは国外追放された。1950年代に、 アメリカの総生産は世界の約4割、金と外貨の保有は約5割に上り、名実ともに世界の名手となっていた。このようなアメリカを中心とするアジア、太平洋の同盟は、戦果をこむらずに独り勝ちできたアメリカ経済によって支えられていた。主な出来事、ニキータ・フルシチョフとヨシフ・スターリン1953年、スターリンが死去し、 冷戦状態が緩和する兆しが見え始めた。同年に朝鮮戦争の休戦が合意され、1955年には NATO に対抗するワルシャー条約機構が結成。オーストリアは衛星中立が宣言されて東西の干渉帯となり、連合国軍が撤退した。またジュネーブで米ソ英仏の首脳が会談し、ソ連と西ドイツが国交樹立、ソ連は 翌年に日本とも国交を回復し、1959年にはフルシチョフがアメリカを訪問するなど、冷戦の雪解けムードを演出した。この時期、東側陣営ではソ連の派遣が揺らぎつつあった。スターリンの後継者争いを勝ち抜いたフルシチョフは、1956年の第20回ソ連共産党大会でスターリン批判を行った。 この演説の反響は大きく、ソ連の衛星諸国に大きな衝撃をもたらし、東欧各地で反訴暴動が起きた。ポーランドでは、反訴暴動に次いで国民の人気が高かったブワディスワフ・ゴムーカが、東大一書記につき、ソ連型社会主義の是正を行った。ポーランドの動きに触発される形で、ハンガリーでも政権交代が起こり、ナジムレが政界に復帰したが、 国民の改革要求に引きずられる形で、共産党体制の放棄、ワルシャワ条約機構からの脱退、中立化を宣言するに至り、ソ連軍の介入を招いた。一方、中華人民共和国は、スターリン批判に反発した。1960年代には、キューバ危機や部分的核実験禁止条約で、しばしば対立、ダマンスキー党事件などの国境紛争を起こすに、至った。 主な出来事 U-2 撃墜事件で撃墜された機体の残骸互いを常に仮想敵国と想定し仮想敵国と戦争になった場合の勝利を保証しようと両国境に勢力の拡大を競い合い軍備拡張が続いたこの象徴的な存在が核兵器開発と宇宙開発競争である両陣営は目には目を 核には核を、との考え方からそれぞれ核兵器を大量に、所持するようになる。また、大陸間弾道ミサイルと共通の技術を持つ、ロケットや U-2 などの高高度を飛行する、偵察機、宇宙から敵を監視するための人工衛星の開発に、没頭し、国威発用のために、有人宇宙飛行と月探査活動を、活発化した。キューバで最初に発見された。 ソ連の MRBM しかし、ソ連とアメリカの直接衝突は、皮肉にも核の脅威による牽制で発生しなかった。特に1962年のキューバ危機によって、米ソの全面核戦争の危機が現実化したため、翌年から緊張緩和の外交活動が開始されるようになったのである。その一方、第三世界の諸国では、核陣営の支援の下で実際の戦果が上がった。 これは、二つの大国の熱い戦争を肩代わりする代理戦争と呼ばれた。また、キューバ危機を契機に、アメリカの裏庭と呼ばれる、中南米諸国に対する影響力を得ることを企てた。ソ連の動きに対し、アメリカは、ブラジルやボリビア、ウルグアイなど、各国の新米軍事独裁政権への肩入れと、共産勢力の排除を行い、その結果共産勢力の排除に成功した。 しかし、その後冷戦終結までの長きにおいて、これらの中南米諸国では、軍事政権による内戦や汚職、軍事勢力同士によるクーデターが横行し、民衆は貧困にあえぐことになる。ベルリン危機、編集ウィーン会談におけるフルシチョフと、ジョン・カイ・ケネディ大統領1949年以降、分断状況が、非制事実化しつつあったドイツ問題が、暫定的な形とはいえ、 解決を見たのが1958年から始まったベルリン危機であった。当時、東ドイツにおける過酷な社会主義化政策によって、熟練労働者や知識人層における反発が高まり、その多くが西ベルリンを経由して西ドイツへと逃亡した。社会主義建設の中核となるべき階層の流出に危機感を募らせたウルブリヒトは、 ドイツ問題の解決をフルシチョフに訴えるとともに、西側との交渉が挫折した際には、人口流出を物理的に阻止することを選択肢として、提起した。フルシチョフの要求に対し、西側陣営は拒否の姿勢を貫いたため、1961年8月に西ベルリンを囲む形で、鉄条網が敷設され、後に壁へと発展した。この当時、ベルリン市長を務めていたのが、 1969年に首相として東方政策を推進したビリー・ブラントであった。彼の東方政策の背景にはベルリン危機の経験が反映されていた。主な出来事ベトナーム戦争中、前線に降下するアメリカ軍のヘリコプターキューバ危機によって各戦争寸前の状況を経験した米ソ両国は各戦争を回避するという点において共通利益を見出した。 この結果、米ソ三国間で部分的核実験禁止条約、ホットライン協定などが締結された。しかし、部分的核実験禁止条約は中国、フランスが反対し、東西共に一枚岩でないことが明白となった。シャルルド・ゴール統治下のフランスはアメリカ主導の NATO に反対し、1964年には同様に米ソと距離を置いていた中国を、 西側諸国では、最も早く国家承認した。また、1967年にドゴールは、外交先であるカナダで開催されたモントリオール、万国博覧会で、自由ケベック万歳。と演説し、今も続くケベック独立運動に火をつけた。米ソ両国の軍拡競争が進行し、ベトナム戦争を契機とする、反戦運動、黒人の公民権運動とそれに対抗する。 人種差別主義者の対立などによって国内は混乱。マーティン・ルー・サー・キング氏やロバート・ケネディなどの要人の暗殺が横行して社会不安に陥った。第二次世界大戦終結時はアメリカ合衆国以外の主要な交戦国は戦災で著しく疲弊していたので世界の経済規模に対するアメリカ合衆国の経済規模の比率は突出して大きかったが 戦災から復興した日本や西ドイツが未曾有の経済成長を遂げ、西欧が経済的に復活する中で、世界の経済規模に対するアメリカ合衆国の経済規模の比率は相対的に減少した。チェコスロバキアはプラハの春と呼ばれる民主化改革路線を取ったが、ソ連は制限主権論に基づき、 ワルシャワ条約機構軍による軍事介入を行い武力でこれを弾圧した。なお、ニコライ・チャウシェスク率いるルーマニア社会主義共和国は、ワルシャワ条約機構加盟国でありながら、ソ連の介入を公然と批判して、独自路線を行い、アメリカなど西側諸国から巨額の援助を受けた。また、アルバニアは、スターリン批判以来、中華人民共和国よりの姿勢を貫いて、 ワルシャワ条約機構を離れ、中華人民共和国は、リチャード・ニクソンの訪中を契機に、アメリカに近づいて、ソ連と決別。北朝鮮は、主体思想を掲げて、ソ連から離反した。イタリア、スペイン、日本など、西側諸国の共産党のうちいくつかは、ソ連型社会主義に反発し、ソ連の影響から離脱した。こうして、今に至る、共産主義の多極化が起こった。 主な出来事1960年代以末から緊張緩和、いわゆるデタントの時代に突入した。米ソ間で戦略兵器制限交渉を開始、1972年の協定で核兵器の量的削減が行われ、緊張緩和を世界が感じることができた。この頃には同じ共産陣営でありながら、ソ連と中国の路線対立は、 あらゆる方面で亀裂を生むようになってきており、中ソ国境紛争など、実力行使を伴うほどになってきていた。インパ戦争は、中ソの代理戦争の様相を呈した。ソ連を牽制すると同時に、東アジアの平和を樹立することを狙い、リチャード・ニクソンが、パキスタンの仲介により1972年に、中華人民共和国を訪問し、中華人民共和国を承認して、 外交と貿易を開始し、東アジアにおける冷戦の対立軸であった、米中関係が改善。1972年には日本が中華人民共和国と国交を正常化した。また、1973年に北ベトナムとアメリカは和平協定に調印し、アメリカ軍はベトナムから撤退した。アメリカは建国以来初の敗北を味わうことになった。 その後1975年4月に南ベトナムの首都であるサイゴンは北ベトナムの手に落ち、同時にラオス、カンボジアでも共産主義勢力が政権を獲得し、インドシナ半島は完全に石化された。一般市民の日常生活や仕事に役立つ、多種多様な商品やサービスが開発、供給され、世界の経済、財政、貿易、投資、 通貨発行は著しく拡大したので、金本位制と外国側制の固定相場制の維持が不可能になり、管理通貨制度と変動相場制に移行した。ヨーロッパでは、1969年に成立した西ドイツのブラント政権が東方政策を進め、東側との関係改善に乗り出した。また1972年に、かねてからソ連が提案していたヨーロッパ全体の 安全保障を協議するヘルシンキプロセスが始まり、1975年に欧州安全保障協力会議の成立につながった。しかし核を削減する一方、ソ連は1977年から中距離弾道ミサイルを配備した。これに対抗し、アメリカは1979年12月に中距離核戦力を西欧に配備すると発表した。また同じ月に、 ソ連がアフガニスタンに侵攻したため、東西はまたも緊張し、デタントの時代は終焉した。中東では第四次中東戦争が起き、主にソ連の支援するアラブ諸国が政治的な成果を収め、石油危機によって西側先進国に深刻な打撃を与えた。しかし、4度にわたる中東戦争を主導してきたエジプトは戦争前にソ連の軍事顧問団を追放し、 戦争後はソ連と関係断絶し、ソ連と対立するアメリカや中国から軍事的経済的援助を受け始め、アメリカの主導でキャンプデービッド合意が成立し、さらにアメリカは西側に対する石油金融を主導したサウジアラビアがドル建て決済で原油を安定的に供給することと引き換えに安全保障を提供する協定を交わしてオイルダラーを確立することでドル防衛に成功し、 単純な米ソ対立が反映されてきた中東でも新たな冷戦の構図が生まれつつあった。アフリカでは1978年からエチオピアとソマリアの間でオガデン戦争が起こっていたが、エチオピアが1974年の軍事クルデターで社会主義を宣言したため、ソ連とキューバがエチオピアをソマリアをアメリカと中国とエジプトが支援した。 アンモラは1975年の独立直後から3つの武装勢力が対立しない戦となり、これに南アフリカとザイールとキューバが介入、間接的にソ連、中国、アメリカが援助を行い、泥沼となった。東南アジアでは共産主義国家同士のカンボジア・ベトナム戦争が起き、ソ連よりのベトナムの侵攻で、親中国の民主カンプチアが崩壊するも、 民主カンプチアの亡命政府は中国、アセアン、日本、アメリカの支援で国連総会の議席を保ち続け、タイとの国境でゲリラ活動を行ってカンボジア内戦は泥沼化した。ラテンアメリカでは地理において民主的な社会主義政権を転覆したクーデターで成立したアウグストピノチェト政権が中国とルーマニアを除く共産権と断交し、 新米軍事政権の南米諸国は共産主義勢力の排除で連携するコンドル作戦を立ち上げた。ソ連は1970年代に世界的に勢力を伸ばし、統一ベトナム、カンボジア、ラオス、エチオピア、南イエメンの共産主義政府と協力関係を築き、アンゴラ、モザンビーク、ニカラグアなどで共産主義勢力に加担して紛争に介入し、 シリアやイラクなどアメリカが近づきにくい国に接近し友好関係を築いた。ソ連の影響力は1980年代にかけて第三世界に広がった。チャールズ・ウィルソンとムジャーヒリーム1978年に成立した共産主義政権を支えるために1979年にソ連がアフガニスタンに侵攻した。このため西側世論が反発して東西は再度緊張。 影響は1980年モスクワオリンピックへの西側に加えて中国、さらにエジプトやサウジアラビア、パキスタンなど新米のアーラブイスラム諸国も加わったボイコットとして現れた。東側は報復として1984年のロサンゼルスオリンピックをボイコットした。アメリカは CIA や チャールズ・ウィルソンらによる総額数十億ドル規模の国費の武器供給などによる支援にてアフガニスタンの反共ムスリム武装勢力ムジャヒディンをエジプトやサウジアラビアパキスタンなどと共に援助した。またソ連と対立する中国も武器や訓練でムジャヒディンを支援した。戦争を短期で集結させるソ連の目論みは外れ侵攻の長期化によって ソ連財政は逼迫し、アメリカは間接的にソ連を弱体化することに成功した。人々はこのアフガニスタンの騒乱によって、世界には東西の陣営とは別にもう一つの勢力があることに気がつき始めた。それはイスラム主義と呼ばれる勢力であり、二つのイデオロギー対立とは全く異なる様相を呈した。アフガニスタンではアメリカはソ連を倒すために、 この勢力を支援したが、1979年イラン革命の際には国際法を無視してアメリカ大使館が1年余りにわたり占拠された。アメリカは大使館陰急室のために軍を介入させたが失敗。アメリカ軍の無力さを露呈した。イスラム教を創始した預言者、ムハンマドの子孫でイランの最高指導者となったルーホラーホメーニーはソ連は小悪魔、米国は大悪魔。 我々は西でも東でもないとしてイスラム主義の時代を歌った。このイラン革命によってアラブ諸国や東西諸国は動揺し1980年にイラン・イラク戦争となって火を吹いた。欧米祖中はイスラム革命が世界に広がることやさらなる石油危機を恐れイラクを援助して中東最大の軍事大国に仕立てた。戦争は長期にわたり 1987年には米軍が介入したが決着のつかないままに終わった。しかし、この時のアメリカによる中東政策が後の21世紀の世界情勢に大きな影響を与えることになった。一方、ソ連は国内情勢の変化によって1989年には泥沼のアフガンから完全撤退、世界から急速にソ連の影響力が弱まりつつあった。 主な出来事ゴルバチョフによる改革編集超大国同士のリーダーが会談しているヨース・ INF に調印するミハイル・ゴルバチョフとロナルド・レーガン・ボリス・エリツインとジョージ・ H.W. ブッシュ1985年ソ連共産党書記長に就任したミハイル・ゴルバチョフは改革及び新思考外交を掲げて経済が疲弊した国内体制の改良と予算案を大幅に削減した大胆な 軍縮提案を行い、さらには西側との関係改善に乗り出す。1987年にアメリカとの間で中距離核戦力全廃条約を調印した。この緊張緩和によって両国の代理戦争を溶かしていたオガデン戦争やアンゴラ内戦が1988年から順次終結し、リビアとフランスが介入したチャド内戦も終結した。 カンボジア内戦も1988年から和平会議が開催された。東欧革命と冷戦終結、編集また、すでに1980年代初頭から独立自主管理労働組合、連帯が結成され民主化の動きが見られていた。ポーランドでは1989年の選挙で、ポーランド統一労働者党が失脚して政権が交代し、同様に、 東欧諸国の中でも比較的早くから改革路線を行っていたハンガリーやチェコスロバキアでもソ連式共産党体制が相次いで倒れ夏には東ドイツ国民が西ドイツへこれらの国を経て大量脱出した東ドイツはあくまで強硬な社会主義路線を取り民衆を抑え込もうとしたが10月のライプツヒで行われた月曜デモには10万人が参加し 事態を収集できなかった社会主義統一党内部では、幹部であったエイリーヒホーネッカーの求心力が低下し、間もなく総辞職に追い込まれた。公認の指導部も民主化を求める動きをせき止められず、東ドイツは政治、経済が崩壊状態に陥った。このため、11月9日には東ドイツがベルリンの壁の解放を宣言、冷戦の象徴とも言うべき、 ベルリンの壁が崩壊した。ルーマニアでも革命が勃発し、ニコライチャウシェスク大統領夫妻が射殺され、共産党政権が倒された。これら東ヨーロッパの共産党政権が連続的に倒された革命を、東欧革命という。1989年12月には、地中海のマルタ島で、ゴルバチョフとジョージ・ HW ブッシュが会談し、冷戦の終結を宣言した。 しかし、中国では64天安門事件が起き、東アジアの共産党政権では民主化ドミノが武力で抑制された。ソビート連邦の崩壊、編集1990年8月に起きた湾岸戦争では、欧米祖中が世界第四の軍事大国に仕立てた、イラクのクウェート侵攻に対するアメリカ主導の武力、公使用人決議にソ連は同調し、米袖に極化してきた世界は、 アメリカ一極海の兆しが見え始めた。アメリカは1990年8月のイラク軍によるクウェート侵攻を皮切りにアラビア半島に展開、翌1991年1月にイラクとの間で湾岸戦争に踏み切り、これに勝利した。湾岸危機の際に1991年1月中旬からイラクの要請を受けていたソ連の和平案が 当時の欧州共同体外相会議で賛成され、翌日にイラクと無条件全面撤退で合意したが、ブッシュ大統領はこれを退けた。イラクを下したアメリカは、世界の名手として自信を深め、その後はパレスチナ問題を中心に、中東への関心と介入を深めていく。湾岸戦争はその後の世界情勢を形成する上で非常に重要だったと言える。ソ連国内では、 ペレストロイカ路線は行き詰まりつつあった。バルト3国の独立要求が高まり、1988年11月に、エストニアソビエト社会主義共和国が、主権宣言、同年リトアニアソビエト社会主義共和国でも左右ディスによる独立運動の加速により、国旗がソビエト編入以前のデザインに戻された。1989年7月に、 リトアニア共産党がソビエト連邦共産党からの独立を宣言した。1990年3月から6月にかけて、東欧各国で一斉に選挙が実施され、ほとんどの国で共産党が第一党から転落した。バルト三国でも共産党は少数野党となり、バルト三国の各最高会議は独立宣言を採択した。ソ連政府はバルト三国に対して、 軍事行動を起こし、1991年1月の地の日曜日事件などでソ連軍と民間人が衝突する事態になった。ソ連は1991年3月、バルト3国を除く首脳が連邦の権限を縮小した新連邦の構想に合意した。同年3月17日には新連邦条約を締結するための布石として連邦制維持の賛否を問う国民投票が 各共和国で行われ、投票者の76.4%が、連邦制維持に賛成票を投じることとなった。しかし、すでに分離独立を宣言していたバルト3国、モルダビアソビエト社会主義共和国、グルジアソビエト社会主義共和国、アルメニアソビエト社会主義共和国は、投票をボイコットした。1991年6月12日、 ソ連体制内で機能が境外化していたロシアソビエト連邦社会主義共和国で選挙により大統領に当選したボリス・エリツンは国名をロシア共和国に解消し主権宣言を出して連邦からの離脱を表明した。また、米ソ両国は1991年7月に第一次戦略兵器削減条約に調印した。しかし8月20日に予定されていた。 新連邦条約調印を前にゴルバチョフの改革に反抗した勢力が軍事クーデターを起こしゴルバチョフを滞在先のクリミアで軟禁状態に置いた。クーデターはロシアのエリツィの活躍やクーデター勢力の準備不足から失敗に終わった。しかしその結果バルト三国は独立を達成し各構成共和国でも独立に向けた動きが進み12月8日に ロシアのエリツィン、ウクライナのレオニード・クラフチュク、ベラルーシのスタニスラフ・シュシケービッチが、ベラルーシのベロベーシの森で会談し、ソ連からの離脱と独立国家共同体の結成で合意した。こうして12月25日をもってソ連は消滅した。その後10年間で、東欧や旧ソ連の国々の一部は、相次いで資本主義国家となった。 ポスト冷戦時代も三省ベルリンの壁が崩壊して、冷戦が終結する前後に、それまで反共主義がゆえに、軍事政権や独裁政権、長期政権の存在が容認されていた一部の西側諸国が、アメリカからの金銭や軍事、政治的支援を受けられなくなったために次々と政権崩壊し、選挙の実施や政権交代を容疑なくされた。 日本でも55年体制が崩壊し、非自民、非共産連立政権が樹立された。さらに、反共主義を条件に、アメリカの援助を受けた、軍事政権や、独裁政権、長期政権がそのほとんどを占めた、中南米諸国においても、チリやアルゼンチン、ブラジルなどの主要国で、相次いで民生化が進んだ。また、ソ連の中南米における、 共闘法として軍事援助やバーター貿易などの方法でソ連から多大な援助を受けていたキューバは冷戦が終わってアメリカとの対決の必然性が消えたロシアにとって戦略的価値を失い援助は途絶え経済危機に陥った。米ソ冷戦が終結した当初の1990年代初期においてフランシス・福山が歴史の終わりを発表し 政治体制としてのリベラル民主主義の最終的勝利を宣言した。冷戦終結直後の1991年に冷戦の名主国の一角であるソ連が死滅すると世界の均衡が崩れアメリカが唯一の超大国となった。ソ連型の国営の計画経済、統制経済モデルの社会主義体制と社会主義経済圏が崩壊し、世界の経済が資本主義経済、 市場経済により統合され、グローバリゼーションが進行した。冷戦終結により、それまでクレムリーンやホワイトハウスに抑圧されていた世界各地の民族問題が再燃した。東、ヨーロッパを見ると、1993年にチェコスロバキアがチェコとスロバキアに平和裏に分離した反面、1993年に起こったユーゴスラビア紛争は、 民族同士の憎しみに火をつけてその後も続いた。カフカス地方ではアゼルバイジャンやアルメニアで内戦となり、チェチェンをはじめ各小民族が独立闘争を起こし、各国で内戦に発展した。この内戦はロシア軍による圧倒的な火力で制圧されているが、追い込まれた独立派はテロ行為に走り収拾がつかなくなっている。また、 このテロにはイスラーム過激派の関与が疑われている。現代、一極体制及び平成国際関係史も参照西ヨーロッパの冷戦は終わったが、東アジアでは、モンゴルの民主化、ベトナムとアメリカの和解の外は、中華民国と中華人民共和国の対立、大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国の対立が現在も続いており、日本国内では、 日本共産党と朝鮮総連は現在も公安当局に監視されているなどこちらは解決の見通しが立っていない。アメリカは冷戦の戦勝国という地震から1991年の湾岸戦争に引き続いて中東への介入を深めビル・クリントン政権はパレスチナ問題に積極的に関わり初めて和平合意をもたらした。しかしイスラエルの共変から 和平は暗礁に乗り上げ、パレスチナ過激派によるテロとイスラエル軍による虐殺によって、パレスチナは泥沼の予想を呈した。また、アフガニスタンやスーダンには1998年にミサイル攻撃を強行し、特にアフガニスタンには4回にわたる経済制裁を与えた。アフリカに対しては、スーダンの外にはソマリアにも国際連合の力で内戦に介入したが失敗し、 これによって、クリントン政権は、地上軍の派遣を恐れるようになった。イラクに対しては、湾岸戦争以来敵対しており、イラク武装解除問題に関しても、武器査察が滞るたびに空爆を加えた。これらのアメリカによる中東への介入や、グローバリゼーションに反感を抱くアルカーアイダは、2001年にアメリカ同時多発テロ事件を引き起こし、対テロ戦争と呼ばれる、 アメリカのアフガニスタン侵攻やイラク戦争となった。アメリカ同時多発テロ事件特にイラク戦争に関しては、海戦時代一の理由に挙げられた大量破壊兵器は一切見つからず、最終的に存在しないことが判明したため、アメリカ外交の信頼に大きな傷をつけた。ジョージ・ w ブッシュ大統領も退任直前に、 大量破壊兵器の情報収集は政権の最大の失敗の一つであったことを認めた。核開発競争によって生産された高性能核弾頭を現在もアメリカとロシアが数千発保有している。冷戦初期に核のアメリカ一極集中を恐れた一部の科学者は核の抑止力で世界の均衡を保とうとソ連とイギリスとフランスに開発法を伝授しソ連から 中華人民共和国にも継承されて、現在の各5大国が形成された。この外にも、中華人民共和国やソ連から流出した開発法によって、インドやパキスタンの核保有や、アメリカから供与された技術によって、イスラエルの核保有に及んでいる。2008年8月には、南オセチア紛争が起こり、米ロ間に軍事的緊張が生じ、冷戦の再来、 新冷戦などと呼ばれる状況となっており、緊張状態が続いている。同年の世界金融危機で影響力を高めた中華人民共和国も、米中冷戦と呼ばれる緊張状態にあるとされ、中ロは NATO と対立する上海協力機構を組織している。ロシアはソ連が崩壊すると共和制国家として構成し、ボリスエリツィン政権下で経済の再建と、 資本主義化が推進された。しかし、これが裏目に出て、ロシアの経済は悪化し、特に、アジア通貨危機後の1998年には、ロシア財政危機が起きて一層悪化するなど、冷戦の敗戦国として、欧米の経済援助に甘んじていた。しかし、2003年頃より、原油価格高騰の恩恵により経済は好転し、それを背景に、ウラジーミル・プーチン政権は再び、 強いロシアの復権を謳い、EU や NATO への旧ソ連加盟国の取り込みを進めていた欧米に対してシリア内戦に介入するなど、牽制の動きを見せるようになった。1989年から1991年に起こったソ連型社会主義体制の消滅により、他国籍企業は地球規模で市場取り益を奪い合うグローバリゼーションが進行した。 冷戦時代末期の IMF 不況と1990年代のグローバリゼーションに遭遇したラテンアメリカでは2000年代になると反米、左派の政権が続々と生まれ社会主義が復活する動きを見せていたがその代表格であったベネズエラのチャベス大統領が病死したことで2012年頃から新米路線に回帰する国も増えている南北アメリカアジアヨーロッパオセアニア 中東アフリカアジアヨーロッパ、中東アフリカ西側より東側より孤立化冷戦は、それがグローバルな戦後国際政治に大きな影響を与えたことから、起源、展開、終焉に対して様々な解釈が示され、論争を呼んできた。以下では、学術的な冷戦史研究の中で行われた論争について説明する。3。冷戦史研究では、 様々な争点が存在したが、特に大きな争点を形成したのは、冷戦はいつ、なぜ生じたのかという冷戦の起源をめぐる論争だった。この論争は、西側人営最大の当事国である米国の学会を中心として、活発になされることとなった。冷戦起源論争は二つの特徴を有していたと言える。第一に、冷戦起源論争は、 第二次世界大戦などの起源をめぐる学術論争と異なり、それが同時代的に継続している状況の起源を論じるものであったため、ベトナム戦争を典型として研究が発表された当時の出来事や問題関心に強く影響されたものになった。第二に、その論争が米国学会を中心に展開されたことや資料公開ペースのスピードなどから特に米国に 分析の重点を置いたものとなった点である。そして、一般に研究学派は、伝統学派、正統学派、修正主義学派、ポスト修正主義学派に大別されている。4. 伝統学派、正統学派は1950年代から60年代にかけて研究を発表した学派であり、この学派に分類される研究者の議論は、冷戦の起源をソ連の拡張的、 侵略的な行動に求めるという特徴を有していた。5。伝統学派はソ連が、ヤルタ会談で合意されたポーランド自由選挙を実施しなかったこと、東欧各国に対して共産党政権を樹立する動きを示したことなどの一連の行動が西側に警戒感を生み出し、マーシャルプラン、ナトウ結成などの西側陣営強化はこれに対する防御的な行動としてなされたとする解釈を示した。 以上のような解釈は、ノーマング・レイブナーのコールド・ウォー・ディプロマシー、ルイス・ハレーの歴史としての冷戦、ハーバート・ファイスのフロム・トラスト・ツ・ーテラーなどに代表されるものであったが、これはトルーマン政権の国務長官を務め、冷戦政策を展開したディーン・アチソンの解雇録の記述とも重なるものだった。その意味で、伝統学派は、 戦後米国の外交政策を擁護するニュアンスも帯びていたと評されている。続いて1960年代より登場した修正主義学派は伝統学派の解釈と真っ向から対立し、冷戦の発生はソ連の行動よりも米国側の行動により大きな原因があったとする解釈を提示した。修正主義学派の最大の特徴は経済的要因を重視する点にあった。 1958年にアメリカ外交の悲劇を発表し、後に自らの勤務したウィスコンシン大学マディソン校でウィスコンシン学派といわれる行進たちを育成したことで知られるウィリアム・ A ・ウィリアムズは同書で建国以来米国指導者層が海外に市場を求める必要があるという文庫解放イデオロギーを報じていたことに最大の原因があったとする主張を展開した。ウィリアムズは 第二次世界大戦で大きな被害を受けたソ連が伝統学派の考えるような脅威ではなかったと指摘した。そして冷戦は米国が文庫解放イデオロギーのもと東欧地域の市場解放を必要に要求し、ソ連に対して非打協的態度を貫いたこと、これにソ連が反発したことによってもたらされたものであったとして、米国により大きな責任があったとする解釈を示した。 ウィリアムズのテーゼは、彼が育成した外交視野であるウォルターラフィーバーのアメリカ、ロシア、アンドザ・コールド・ウォー、ロイド・ガードナーのアーキテクツ・オブ・イリュージョンなどによって、より精緻に検討されることとなる。また、修正主義学派の研究は、ウィリアムズの研究にとどまらず、よりラディカルな展開も示した。ガブリエル・コルコとジョイス・コルコは、ザ・リミッツ・オブ・パワーにおいて、 米国の対外政策のすべては資本主義体制の防衛を目的としており世界規模で革命運動を弾圧するものであったとするマルクス主義に神話的な解釈を主張することとなったこれらの研究はベトナム戦争の泥沼化により従来の米国外交のあり方に対する不信が強まっていた60年代の時代状況下で強い支持を受けることになった当然ながらこれらの主張は 伝統学派からの反発と論争を巻き起こすこととなる。伝統学派からは、修正主義学派の分析の実証性の乏しさ、経済要因の課題評価、米国の行動のみを実質的に分析している分析の変調などが批判されることとなった。伝統学派、修正主義学派に続くポスト修正主義学派は、先行する学派の議論の抱える問題点を克服し、 さらにこの頃徐々に公開が進んだ西側政府の公文書を活用することで歴史研究としての実証性を増す形で議論を展開することとなった。その先駆的著作とされているのがジョン・ルイース・ギャディスの The United States and the Origins of the Cold War である。ギャディスは一時資料に依拠した上で政党学派の重視する安全保障要因、中世主義学派の重視する 経済要因を同時に取り入れつつ、さらに国際政治構造、国内政治要因、政策決定プロセスの影響などを盛り込んだ分析を提示した。ギャディスは各国の疲弊によって力の真空が生じていたヨーロッパにおいて、米ソ両国が退治するという状況下が生まれたこと、退治の緊張の中で、米ソが様々な要因から相手の行動、 思惑に対する誤解を重ねたことが冷戦を生んだとする解釈を示し、米ソいずれかの行動に冷戦発生の責任を求める過去の議論を廃する主張を展開した。ギャディスによるこのような新しい解釈はブルース・クニホルムのザオリジンズオブザゴールドウォインザニアイースト、ウィリアム・トーブマンのスターリン S アメリカンポリシーなどにも継承され、彼らの研究は ポスト修正主義学派として広く受け入れられることとなった。また、米国で進んだポスト修正主義学派の研究に対してヨーロッパにおける研究も交互する動きを示した。ノルウェーのゲアルンデスタッドは、対戦後のヨーロッパの政治指導者たちがソ連の影響力を総裁するべく、ヨーロッパで米国がより積極的な役割を果たすことを希望していたと論じ。 戦後の米国はいわばヨーロッパに招かれた帝国であったとする解釈を示した。冷戦の終結とソ連邦の崩壊により過去西側で閲覧することが不可能だった東側文書の開示が進むこととなった。これは各種の研究、資料収集プロジェクトの指導をもたらすとともに冷戦期限をめぐる論争において伝統学派的な解釈の復活という新しい展開を生むこととなった。 開示された東側の資料群をもとに発表された、ボイチェフ・マストニーの冷戦とは何だったのか、ブラディスラブズ・ボクとコンスタンティン・プレジャコフによる、インサイド・ザ・クレムリン、エス・コールド・オーは、ソ連中枢の情勢認識や政策決定を明らかにすることとなった。これらの著書は、ソ連がマルクス・レーニン主義のイデオロギーに基づき、自発的、主体的にヨーロッパへの拡張を図っていたとする。 解釈を示したその他、90年代には様々な資料を活用したドメトリー・ボルコゴーノフによるスターリンの電気研究も発表され、スターリンのパラノイア的性質を指摘する書物として注目を浴びることとなった。このような研究進展の影響を受けた典型とも言えるのがポスト修正主義学派の機種であったギャディスの冷戦期限解釈の変化である。 ギャディスは東側についての研究の進展を受けて1997年に発表した歴史としての冷戦では冷戦の起源を米ソ双方のパーセンプションギャップや国際政治構造に乱す過去の解釈からイデオロギーが冷戦に及ぼした影響を重視しソ連の政治体制とスターリンという指導者が冷戦の発生により多くの責任を負っているとする解釈へと転じた しかし、このギャギスの解釈変化の要因としては、ソ連の実態が明らかになったことだけでなく、東側陣営の崩壊と西側陣営の勝利が明らかになった時期に発表されたという要因も無視できないことから、その解釈がご知恵的であるとして賛否を呼ぶことともなった。冷戦史研究は、米国学会でその主要な論争が戦われてきたこともあり、 主要な分析対象は米ソ関係であり、活用される資料の多くは米国政府の公文書であった。このような冷戦史研究の動きに対し、1978年にイギリスのドナルド・キャメロンは・ワットは公開書館で冷戦史研究の資料的偏重を指摘し、英国公文書などを活用して研究を進化させる必要を訴えた。このような提言を反映する形で、 イギリスでは、ビクター・ロスウェルのブリテンザ・コールド・ウォー、アンデートンのザ・インペポザベル・ピースなど、冷戦の発生に対して、イギリスの果たした役割を分析する研究なども、現れ、冷戦の発生には、ソ連の脅威を米国より早く意識し行動した、イギリス政府の果たした役割が少なくなかったことを、明らかにした。イギリスを一つの典型として、他国についても、 自国と冷戦について考察した研究も進められている。1998年より、ノースカロライナ大学出版局が刊行している、冷戦史研究のシリーズである、ザニュー・コールド・オーヒストリーでは、フランス、ソ連、中国、東西、ドイツなど、様々な国家と冷戦の関係を考察した研究書が刊行されている。冷戦終結を受けて、 米国でも安全保障に関わる各種の資料公開が進んだことで、冷戦期の安全保障やインテリジェンスなどについて新たに研究が進展している。一例としては、米英による暗号解読プロジェクトであったベノナの関係資料開示による諜報戦の実態解明が挙げられる。ジョン・ハインズとハーベー・クレアのベノナは、冷戦期に米国内で活発な諜報活動が展開されていた。 ことを明らかにした。また、ケネソーズ・グッドは、トータル・コールド・王において、ウシや CIA などの資料を活用し、アイゼンハワー政権の展開していた宣伝、情報戦の実態を解明することとなった。国際社会の分類冷戦関連用語プレ、冷戦時代各国の冷戦時代冷戦後の時代。ありがとうございます。